私の卒業研究のテーマはロボット用 GIS による車椅子ロボットの制御です。少子高齢化によって介護を必要とする人は増えている一方なんですけど、介護をする側ですねの人は減少減っているんで、車椅子の自動走行化っていうのは必要になってくると思ってこの研究をしています。ビジュアルスラムと呼ばれるカメラを用いたそのロボット自身の位置の推定とその周りの地図ですね、環境地図の生成っていうのを同時に行うものを用いて、車のカーナビみたいなものを車椅子ロボットに搭載したい。これはビジュアルスラムを実際に実行しているものです。この緑のポツポツはこの特徴点といって窓枠だったり、その特徴点を赤だったり黒だったりの点で描画されているのが分かると思います。これはそのウェブ上でそのデータセットとして公開されているものになります。で、今後の作業提示としてはこのようなウェブカメラを用いて実際にその周りの状況を実際に撮影してきて、でこのデータをこのビジュアルスラムに入れてあげて実際に地図が描画されるかというのを確認したいと思っています。なるほど。このオープンソース自体が海外のものなので全部英語なんで、その英文を読むのが、論文だったりを読むのが大変ですね。私は大学院に進学するのですが、このビジュアルスラムと AI を用いた路面抽出っていう2つの地理情報をロボット用の GIS に統合するという研究を続けたいと思っています。この研究が将来的にその車椅子ロボット その自動走行化 の精度向上であったり低コスト化につながればいいと思っています。